はい、どうも、大キャノンです。はい、今日の動画はですね、こちらにありますように金子千尋投手についてのちょっと動画を撮っていきたいなと思います。先日ですね、北海道日本ハムの YouTube の方で、引退会見を生中継で、ね、された金子千尋投手なんですけれども、18年間の、プロ野球生活本当にお疲れ様でした。私ね、これ見ても分かるようにですね、本当に金子投手マニアでした。完全にもうね、実は理由はですね、金子投手私と同い年で、しかもね、生まれた日が金子千尋投手11月8日なんですよ。で、私ね、11月6日なんです。2日違いなんですよね。はい、本当にね、本当に生まれた日が2日違い、同じ年のね、私が生まれた2日後に金子千尋投手が生まれてるんですよ。もうね、だいぶ差ついちゃいましたけどね、いろんな面でね。ただそういうのもあって、もう本当に大好きな投手で、金子千尋投手がオリックスに入団して、オリックス1期生です。オリックスバファローズ1期生なんですよね。ドラフト1位で。自由獲得枠かな。なんか最初ね、怪我があってみたいなんで、なんか入団が、ちょっと一悶着あったんですけど、無事入団することができて、でね、まずはね、ほんとこれ、タイトルの商品も私ね、買ったんですけど、これ懐かしいですね、これ。2010年、17勝して、この時も最優秀防御率も取ったのかな。はい、金子千尋投手のこのね、最多勝をね、取って、ね、こちら、これね、いやもう本当にね、彼がエースになってくれるんだと、私と同い年のね、この選手がなってくれるんだというですね、非常にもう、なんか心打ち震えたというか、非常にですね、もうめちゃくちゃ嬉しい気持ちでいっぱいでした。でその後もね、2013年かな、これが2013年、こういうのもね、オリックス発売してて、これすごくない、これ、ね、最多奪三振を取った時のこの金子千尋投手のこれね、これだって100個しかないんだよね、確かね。全部で。どこだ、シリアルナンバーが。え、どこだ、あ、100個しかない。100分の、31個目、これ。これ31個目です。はい。こちらをね、ゲットしましたよ、私も。でね、金子千尋投手、本当にね、思い出がたくさんある投手なので、本当に、ね、私だって日ハムのユニフォームも持ってますからね。彼がファイターズ行っちゃって、ファイターズに行っちゃった時はもう本当オリックスを恨みましたよ。ね。それぐらいもう本当に金子投手大好きでした。で、こちらがね、これが2014年も沢村賞も取ってね、あと最多勝、最優秀防御率も取ってね、もう本当に、もう本当この年マジで優勝したかったですね。一緒に。いや、本当に金子千尋投手と一緒に優勝を本当にしたかったです。私は。めちゃくちゃしたかった。うん。それはもう本当に重いですね。ただ結局ね、あの頃のいろんな葛藤とか、そういうのが、今のオリックスの強さにもね、繋がってるとは思うので、そこはそこでね、オリックスの歴史として、金子千尋投手をね、頑張ってくれたらなとね、思っていますね。いやー、本当に金子投手にはいろいろ、いろんな打たれた場面とかもね、立ち会ってはいるんですけど、いい夢を、たくさんの夢と感動を与えてくださって、自分はめちゃくちゃね、感謝しかありませんね。金子千尋投手。ファイターズに行った後もすごく気になってたし、
頑張ってほしいなってすごい思ってました。金子千尋投手というプロ野球選手に出会えたことはね、非常に私 の, プロ野球ファン人生の中ではね、めちゃくちゃ大きいことだったので、ぜひですね、またなんかアメリカに留学をされるということで、匿名コーチということでね、なんかスプリングキャンプが始まる頃にはもうアメリカに行ってると。日ハムのコーチ留学をするというのはもう中島監督と同じですよ、ルートが。ということは将来的にね、ぜひちょっとオリックスに戻ってきてほしいです。なんかまあちょっとタイタンの経緯がねあまりよろしくなかったんですが、なんとしてもちょっとオリックスにコーチとして戻ってきてもらいたいなっていうのはすごい思ってますね。この19番、私まだ金子投手なんで、山岡投手のユニフォーム買ってないんですよね。まあちょっと買おうかなとは思ってますが、ただ金子投手引退ということでね、本当に18年間お疲れ様でした。夢をありがとうございました。またね、第二の人生を本当に頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました。金子投手コーチ、匿名コーチ、頑張ってください。